僕がセガに入るきっかけみたいなのはやっぱりゲームセンターの、ゲームだったりするのが、多分大きかったりすると思うんですけども、それはほとんどがナムコさんが作られたゲームだったりするんですね。そういったゲームにすごく僕は感化されていて、すごくそれが好きになっていって、で最終的にはやっぱりゲームセンターのゲームが作りたくて、セガに入ったんですが、本当はナムコに入りたかったんですが、ナムコはその当時大学卒業じゃないと取らなかったので、僕は頭悪かったので大学行けないって先生に言われましたし、僕は高卒でセガを受けたらセガが受かったので、セガに入ったという、その当時セガか台東だったんですね、高卒で入れるところが。だったので、たまたまそこでセガに取っていただいて、ずっとセガで過ごしたっていう感じなんですけども。僕が作ってきたゲーム、割とアクション性が多いものが多いので、どちらかというとやっぱりゲームってやっぱインタラクティブなものですので、やはり触り心地といいますか、気持ちよさとか操作感っていうところをかなり重要視して僕は作っている、ゲームクリエイターの一人だと思いますけども。この28年に今もなるんですが、今までで多分一番思い入れのあるのはやっぱソニック・ザ・ヘッジホッグという作品がやはり一番だと思いますね。1991年に開発をして、発売をして、すごく全世界の人々に楽しんでいただけましたし、僕自身も出来上がった時の手応えってやっぱすごくあった作品ですので。ソニックを作る前にですね、カプコンさんの「大魔界村」というゲームがありまして、それの移植を、僕はしてるんですね。もともとの大魔界村の、その作ってるプログラムとかもう全く違う考え方で、その滑らかなところを駆け抜けていくプログラムを作るのに、ソニックの初めはずっとそうやっていくんですね。でそれをやっていくことによって、滑らかなところを8倍のスピードでいくし、しかも滑らかなところを角度を続けてこういうふうに上がれるようになってきたところをいろいろやっていた時にですね、これもしかしたらこの次も続け出していくと回るなって思ったので、ソニックのこういうループっていうところがプログラミング的に実現できるんですね。でその当時ソニックって割とだから速いものをって作ってたので、ウサギをキャラクターにしようとしてゲームは開発始まってたんですが、なんでウサギでピョン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 って弾いていて、速いのはいいねなんですが、速いんですけど、その当時の企画書でいくと、ウサギが敵に遭遇すると、そこに手前に石が置いてあったりとか、物が置いてある、その石を、耳でこうやってよいしょって持ち上げて、それをポンって投げて敵に当てて敵を倒して進んでいくゲームを最初作ってたんです。でそれをやるとですね、あまりにもスピード感がすごい気持ちよくて走ってるのに、敵のところで立ち止まるんですよ。で、めんどくさいんですよ、敵を倒すのに。で、これ面白くないなって話になりまして、で、ボツにして、でその当時って言いますか、僕実は高校生の頃にノートの裏の方にこんなゲームって企画を書いてる中で、でんぐり返しをして敵にアタックするゲームみたいなこと書いてることがあるんです。これいつか自分で作ろうと思ってたのを、じゃあ高校生の頃に書いてたのをアイディアを出すかっていう話をしまして、でソニックはでんぐり返しをして敵に当たっても突き進めるキャラクターにしようということで、ソニックができてくるんですが、その時にでんぐり返しして敵に当たって大丈夫なキャラクターってなんだろうって言うと、やっぱ背中にが強いといいよねっていうことで、アルマジロかハリネズミがそこで選ばれてきたんですね。そこで最終的には両方とデザインを起こしたんですが、ハリネズミの方がデザインがかっこよかったので、ハリネズミのソニックが誕生してくるわけなんですね。ソニック・ザ・ヘッジホッグの成功をイメージしたかって言われると、ソニックというのは世界で売れるように作ったゲームなんですね。なので、僕らとしてはすごく思い通りではあるんですが、思った以上にヒットしていて、ちょっと驚いたところもありますが、当時そのセガでメガドライブとか、ジェネシスというハードウェアを出していたんですが、やっぱり任天堂さんに負けていたので、これをどうやって日本でヒットさせるかというところをすごく
考えてソニックは作ったんですね。なので日本ではまあ今でもそうなんですが、全米大ヒットとか全米ナンバーワンみたいな言葉をこうつけると日本で売れたりするっていう時代だったのもあってですね、その名前がどうしても欲しいよね、まずはっていうことがソニックを作る上ですごく大きくこう掲げていたポイントなんです。ゲームを面白くするのは本当難しいんですね。まあ、ですけどもやっぱり皆さんに遊んでいただいた時に驚きであったりとか、その瞬間のこうプレイヤーの人のこの感情がどう動くことが可能かっていうところをすごく考えて、それがうまくできた時にゲームが面白いねって思ってもらえるんじゃないかなと思っているので、そのあたりをなるべくこう心がけて作るようにはしています。ソニック1から2に向かってですね、実はソニック1でどうしてもやりたかったことがあったんですね。でこれが2人対戦といいますか、ゲームを2人で遊ぶというところをすごくやりたかったんですが、その当時の僕のプログラム技術ではちょっとできなかったんですね。実際実験もして動かすところまでやってるんですが、ゲームとしての遊びにはならなかったんです。なのでソニック・ザ・ヘッジホッグ2を作るにあたって、その 2P、まあ、そもそもメガドライブというハードの中ですごい超高速で動くゲームを作ったのに、2人で遊ぶにはこれを2つ動かさないといけないと、そのためにプログラムをまたゼロから全て構築し直してですね、最初の3ヶ月間ぐらいでずっとその2プレイヤーのゲームができるかどうかのずっとそこのプログラムだけを注力して、それがある程度目処が立ったところで初めてソニック2というゲームを作ろうというプロジェクトがスタートしてるんですね。次は空を飛ぼうと思ってですね、で一番最初やっぱキャラクターの発想からだったので、飛べない鳥がいつか空を飛べるゲームを作ろうということで、まあ、日本ではその沖縄の島にいるヤンバルクイーナという、まあ、飛べない鳥がいるんですが、最初はその鳥がモデルにしてゲームは作っていってたんですが、そこでまあ最終的にずっと飛べなくて、最後エンディングで飛べてやったー感動するねっていう、どちらかというとそのゲームの中に感動を持ってきたかったんですね。それを先にやって、そこからゲームを作り始めていって、ですがゲームを作っていくうちにですね、飛んで気持ちいいんだったら飛んでて楽しいゲームにしようよってことで、もう最初のその苦しいところバンって切っちゃって飛んで楽しいゲームになっていって、ですけど当初から持っていたその飛べた感動っていうのはどうしてもやっぱ残したくてですね、なので自分たちがその飛べた時のというか、いや成し遂げた時の感動っていうのをこううまくこうゲームの中で、そのナイツっていうのはその感動させたいっていうところをまあすごく前面に出してはね、裏のテーマとしてすごく持っていたので、その中で音楽ってやっぱすごく大事だと思っていたのですね。実際に開発中にですね、そのエンディングのムービーとかを見ながらこの曲をこうテストでこう聴かせてもらった時にも、それ見てるだけでもう開発中なのに僕がもう涙を流してしまったぐらいグッときてしまったので、これはいけるなと。チューチューロケットというゲームがですね、まあそのもともとそのなんですかね、新しいゲームを出すっていうところもあってですね、奇抜な組み合わせのアイディアを持ってくることによって、そのまあ何ですかね、とっつきやすさというか、なんだこれって思ってもらいたくて作ってるので、デザインもそういう意味ではすごくこう奇抜なデザインをあえて採用していますし、チューチューってネズミとロケットというこの組み合わせのおかしさといいますか、なんだそれっていう、そこに思ってもらえればいいなと思って、そのタイトル名とデザインは決めていったので、その分そこでそういうふうに思っていただけたんでしたらすごく成功だったんじゃないかなと思いますが、この当時にオンラインゲームをまあ作るっていうのはですね、今でこそそのブロードバンドとかがあったりするんですが、まあ、この当時はナローバンドといいますか、ダイヤルアップで電話回線を電話をして、それでインターネットをつないでやっていくので、電話回線の遅さもあって、その先のインターネットもあってとかで、非常にその不確定なところが多くてですね、日本でもですね、いろんなこう
いろんなところをこうネットワークが通るんですが、ある県のある場所のところを通るとすごくレイテンシーが悪くなるとかいうのが分かったりしてですね、それがなぜそれがそうなってるかが分からなくて、またそこのプロバイダーのところにこう電話をまあセガからしてですね、でこれこうでこうでおかしいんだけどってなで直してもらったりとかですね、いろんなことをしました。なのですごくそのセガでこの地上ロケットをやることによっていろんなインフラ上の問題も直したし、いろんなことも分かってきたので。なのでコンピューターの本当に一番何がっていうところまで、どうやったらこれがスピードが速くなるのか遅くなるのかってすごく細かいのが分かるので、なのでまあ僕実際はあの今でこそ C 言語とかプログラム言語ありますが、僕はセガで13年間プログラマーの仕事をしていたんですが、その13年間ずっとアセンブラです。もう直接プログラミングコードを書いていて、 C 言語は本当にツールを作るとかしか使ったことないですね。アセンブラでもういかにコンピューターのクロック数を速くして、ワンステップでもいいから速い実行の命令を考えついて、ソニックのようなすごくスピードの出るゲームを作るっていうのにも注力して作っていたので、実際ゲームってその何ですかね、銀行のオンラインとかのそういう計算をやるわけではないので、きっちり 1+1 は2にならなければいけないわけじゃなくて、 1+1 は 2.548 なんとかってもう全然問題ないので、まあ、そこの面白さをこ うまくこうゲームの味として出してくるっていう作り方を、まあ、僕らはずっとしていた、まあ、プログラマーといいますか、まあ、そういう職人っぽいプログラムっていうのは、まあ、本当は今の人たちにもやってほしいなと思うんですけどもね。ゲーム空間を 3D にしてっていう、まあ、鈴木優がそういう意味ではいろいろハングオンとかスペースアリアとかいろいろ作られた時代にどうやってやってるのかわからないので、でもすぐそこで作ってるんですよ。トコトコって言って「優さんこれどうやってんですか?」って聞くっていう、まあ、そういうのはすごいたくさん教わったし、すごい刺激も受けたし、で優さんの作ったゲーム大好きだったので、そのスペースハリアーも移植しましたし、アウトランも移植しましたし、ね、それを移植したおかげもあっていろいろまた勉強になったところもあるので、僕はソニックが作れるまでにそのいろんなゲームを移植して自分のプログラミング能力が高まっていった時でちょうどソニックが作れたんじゃないかと思ってるので、なかなかパッドでは作れないですよね。で誰も教えてくれないし、まあまあ、今だと本なんか売ってますけど、僕らの当時本なんて一冊も売ってなかったし、まあ、今売ってる本も読んだからといっていいゲーム作れるかというと、まあ多分そんなことないんだろうなと思いますけど、なんで、まあ、いろんなものをこう研究するのはやっぱり大切なんじゃないですかね。やっぱりアイディアっていうものって必ずこう 1+1 みたいにも A というものと B というものを足してアイディアになるっていうんだと思うので、この A とか B っていうものを知らないとアイディアにならないんですよ。だからこそいろんなことを人から聞いて自分の中で A っていうものを蓄積していって、もう一つまた B っていうものをいろいろ蓄積していって、それが自分の中でアイディアになってできてきていくので、もうこれがない状態で無から生み出そうと思っている人たくさんいると思うんですけど、そんなこと誰、まあ、誰もとは言わないんですができないので、いかにその自分の知識を広めるというかいろんな引き出しを持っていくっていうのは非常に大事だと思いますし、自分の何ですかね、好き嫌いをせずいろんなものを見聞きしたりとか、まあ、映画もたくさんいろんなものを見るとか、いろんなものを、まあ、でも僕はどちらかというと体験する方がいいんじゃないかと。鈴木優さんとかもそうです、いろんな体験をされていてゲーム作りに生かされてましたし、まあ、僕も今はいろんなところを行ってみたりとかいろんな体験してみて、それが最終的にこうゲーム作りにうまくいい影響を出せるんじゃないかと思うんですけども、その分ゲームのクリエイティブなところに、まあ、時間が割けるからいいという話もよくあるんですが、でもそれ以上になんかこうくだらないことに時間がかかるのがゲーム開発なので、なかなかね、昔のシンプルなハードウェアの方が良かったかもしれませんね。今はいろんな機能があるので、そのいろんな機能を何かあった時にそれに対しての対処しないといけないっていう仕事とかすごいあるんですよね。
普通の人そんなことしないからそんな対応しなくていいでしょっていうものまで全部やらないといけないのが今のゲームの良くないところかなと。今年のそのソニックジェネレーションなんかもすごくいい発想だったなと思いますし、うまく作り上げたんじゃないかなと思っていますが、まあ、ソニックはマチュアにはなっていってないかなと思うんですね。ソニックはずっと年齢は変わらないんじゃないかなと思っていますし、まあ僕的には、まあ、ソニックのお父さんという立ち位置なので、まあ、ずっと僕は15年間ソニックというものを育ててきていて、で、まあ、彼も、まあ、僕の手を離れるときはちょうどハイスクールとかに入るぐらいだったかと思うので、まあ、少し親の手を離れ出してきていて、まあ、今ちょうど20歳ぐらいでもう成人してきていて、もう自立してる感じをまあ僕は受けているので、まあ、独り立ちしていろんなところを走り回っているので、まあ、父親としては非常にまあ嬉しい感じですかね。まあ、自分の作ったものがこういう展示会みたいなところで展示されるっていうのは本当に何ですかね、ありがたいと言いますか、本当に自分のでいいのかなっていう感じもしますし、まあでもその分何ですかね、年を取ったんだなっていう感じもすごくしてきてます。まだまだ自分では若いつもりではいるんですが、でもテレビゲームっていうものは非常に歴史が浅い業界なので、僕はすごくこのどんどん歴史が作られていくっていうのは非常に嬉しいことだなと思いますし、映画は百何十年とかってなりますけど、テレビゲームまだまだ30年ぐらいしか経たないので、これからどん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 テレビゲームの歴史がどんどん続いていって、もっとこういうことがたくさん行われていくとすごく嬉しいなと思っています。